4月4日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて321円と29銭高、39773円と14銭でした。今日一番高いところでは4万200円台という場面がありましたが、やや後半にかけて下げ幅を上げ幅を縮め、尻すぼみとなりました。今日は安値引けですね、プラス圏ながら今日の一番安いところで引けています。トピックスが 25.49 ポイント高、2732ポイントでした。プライム全体の 61%、 1010銘柄が上昇しました。下落したのは全体の 34%、 575銘柄にとどまっています。おおむね買いが先行したプライム市場です。グロース250指数は 4.03 ポイント安、 0.5% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は高いところで4万円台という時間帯もありましたが、結局高値からどんどん上げ幅を縮め、今日の安値3万9700円台で引けました。プラス圏ながら安値引けとなっています。321円高、 0.8% の上昇でした。今日のこのところ目立っているのが、非鉄金属ですとか金の上昇を受けて、日本企業の中でも関連銘柄が買われています。5713住友鉱山、このところ、金価格の上昇が続いているということで、今日は窓を開けて5000円台を一気に上抜きました。262円高、 5.4% の上昇でした。中東で緊迫感が高まっているということで、安全資産とされる金が買われていると、それに連動する形で東京市場でも関連銘柄がこのところ強含んでいます。一方で、今日は半導体関連の一角が勢いづいているんですが、東京エレクトロンはマイナス、4万円超える場面もありましたが、結局頭打ち、終値としては140円安 0.3% の下落で引けていました。日米首脳会談で半導体の供給網を日米連携して強めていくと、中国からの依存度を下げるという話だと思いますけど、日米首脳会談でそういうことが合意されるなどと報じられています。こうしたことから日本の半導体関連、今日は強含む銘柄も多かったんですが、もともと上場来高値圏にあるような銘柄は上値の重い展開となりました。今日の東京市場、日経平均株価プラス圏ということで、321円高でしたが、やや後半尻すぼみとなりまして、安値引けで引けました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。